男だよなんて。そんなことあります？うん。ええと。マジか。初回8000が28円で。こんにちは。私です。ジャスミンです。リベルズ生態院の拓也です。よろしくお願いします。拓也先生、お久しぶりでございます。お久しぶりです。よろしくお願いします。こんなとこだよなんて。いや、本当ですね。なんで空前みたいな。いや、こんなとこだよと思うんでしょ。まあ、そりゃそうちょっと用事があって二階堂高校に行ったらこんなところに。いや、ここ前が二階堂高校って言うんですよね。の目の前。はい。わかりやすいね。うん。お会いしたのはいつだったか、大阪で日向先生が復帰してから撮影に行った時だから半年ぐらいですね。ああそうか、うん、お元気でしたか。いやめちゃくちゃ元気です。まあよかったです。それだけが心配でした。整体院やってて元気じゃないって言われたらもう終わりですよ。元も子もない。まあでも体の悪い先生たくさん見てきてますからね。そのためにね、僕らも体をどん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 悪くしてね、もう良くなったら仕事どんどんなくなりますから。そうですそうです。良くなったらおしまい。いやもうこれはね、本気に取られる人は冗談ですよ。営業妨害みたいなこと言われかねないんでね。今日は二階堂、はい、よろしくお願いします。そうか、名前変わったんですね。はい、一時的に名前を変えまして、玉井寺理由会。玉井寺理由会って言います。ちょっと怪しい人になってますね。玉井寺ってもう聞くと。せっかく二階堂高校の前なんで。いや本当ね、もう二階堂で行きましょう。今日はじゃあ二階堂特別に一回。今日は二階堂特別で。ややこしい、ね、間違えそうですけどね。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。行ってみよう。松尾田道中記。激痛ではないんですけど、剣道で二刀流やってまして、はいはいはい、で慣れない二刀流だったもんで、こう振った時にですね、振った時にちょっと変な力がね、はい、力任せに振っちゃって、で痛めたみたいなんですよ。その時は気づかなかったんですよ。グギッとではないんですよ、はいはい、多分慢性的な痛みに近い感じで、こうマックスまでやった時にちょっと違和感がある。でこうというよりこっちなんですよ。こっちにやった時にちょっと痛みがあるんですよ、はいはい、どこに痛みがあるんですか。こっちです、こっちです。こっちに痛みがあるんですか。はいはい、あ、ここですね。ここに痛みがあります。了解です。何ですかこれは。ちょっと見てみないと分かんないですね、さすがに。お願いします。お願いします。まあここが悪いとは言ったけど、どうせいろんなとこ悪いですけどね。まあ間違いないですね。お願いします。前回来た時も高田先生にバカほど怒られてました。バカほど怒られる、大体バカほど怒られる。石が悪いって。お前は食いすぎだと。お前何考えてんだその国は。言われます。めちゃくちゃ言われてたら、まあ、すいません。バカほど怒られる。上向きで、はい、上向きで。太らがりました。いえ、いや、なんでそう。めちゃめちゃ前回より太ってますよね。太ってますよね。お腹が。も稽古でも追いつかないぐらい、もうずっと増えて。食べれるだけ食べてたらなんか知らんけど大きくなっていく。そりゃそうです。なんか知らんけど、そりゃそうです。鬼の正論言ってますけどね。松尾田道中記。あ、懐かしい。懐かしいって言うほどではないよね。いや、懐かしい、この感覚。あ、いて痛い。こうしたら痛い。こうしたら ここが痛い。やられたのかな。こうしたら痛い。そうか。こっちはなんともないです。硬いですよね、こっち。あ、はい。動きが。こうしたらこの辺から痛い。痛たたたたた。立ちが右やけん。あ、そう、多分そうですね。だから本当に力任せにやっちゃったんだと思います。形が左やけんね。向きになっちゃうからですね、やり始めると。これ痛いですか。ちょっと痛いですね。うん、そっちなんともないです。はい。あ、ピチュー、ピチュー。あ。あ、そっちなんでもないです。あれ、そこは右が痛いだけですね。なんてこれ。あ、痛い痛い痛い。あ、気持ちいい。体はやっぱ相変わらずの悪さ。ずっと言われるな、これ。体硬いもんね。これでちょっと手首動かしてもらって。はい。終わります。あ、さっきよりだいぶ抜けます。でも最後まで行くと最後は痛みがまだあります。痛みがちょっとある。はい、二階堂さんの場合やっぱり胃とかが悪いですね。胃と膵臓とこことかが結構膵臓なんで、この脛骨進むとこですね。そこ膵臓関係あるんですか。関係あるんですね。なんでですか。まあ薬は食べ過ぎと。痛い痛い。あ、そんなとこ牛舌痛いですよ。やっぱ膵臓っすね。糖質とかその血糖値とかの問題が結構でかいですね。だから胃と膵臓と肝臓。なるほど。食べ過ぎじゃないですか、それまるで。やっぱあれですね、一食で丼大盛り3杯食べるとかダメですか。行かれてますね。行く
谷の寿司屋さん、あの後だったよね。ああ、そうですそうです。東大先生に注意された。ああ、言ってましたね。寿司屋のメニュー全部取ったの。そう、だからあの時東大先生に言いましたよ。2回食ったやつもある明日までは許してくれと、明後日から頑張るから明日までは許してくれって言いました。あの時はもう食べるつもり。それ以降は頑張ったんですか。あ、頑張って食べてます。頑張って食べてる。いや、頑張るところか間違ってる。エネルギー入れとこうと思って。違う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 、おかしいおかしい。痛い。あ、ここも痛いんで、やっぱもう完全にやっぱ食事なんですよ。うわ。ちなみに昨日はご飯を大盛り2杯と普通盛りを1杯。昨日夜のやつが本当に。いや、小さいですお茶碗。あれ小さくない、普通やん。あのお茶碗ですか。あれは茶碗や、丼じゃなくて茶碗や。ああ、そうですね。そっか、茶碗だ。茶碗やと普通や、あれ。あらいかん。なんか、キカイダーのお茶碗ぐらいの大きさですよ。イメージ的に。キカイダーのお茶碗。何キカイダーのお茶碗。おかしいんですよね、食う量が。マジで大食いチャンピオンぐらい食いますよね。そんな食わないですよ。いや、そんぐらい食いますよ。ねえ、すごい。寿司は別腹って言ってくるんで。寿司は別腹っすね。寿司ってなんかあんまりお腹膨れなくないですか。膨れますよ。寿司とパンは、寿司とパンは腹膨れないんですよ。なんか寿司結構やばいですよね、膨れ方って。いや、結構でも酢使ってるから食欲がね、食べれば食べるほど食欲が増していくんで。あ、それもいいやつ。アイアンマンっていうその鉄板のお店があるんですよ、はい、博多名物の。でそこでニンニク酢っていうのがあって、それをつけて食うんですけど、へー、そしたらこれ食べれば食べるほど腹が減るっていう。そう、腹が減る謎の商品。相当食いね、ご飯、特盛りみたいな、こんなのでこんなの2杯食べたりするんですよ。いや、僕も1人前で腹膨れる人羨ましいなと思うんですけど、食べたけど本当に食べたかなってちょっと忘れるぐらい、どこに入ったかわからんレベルなんですよ。いや、その感覚すごい。すごいもん。飲んだらご飯 900g ですよ。あ、そうそう、ご飯 900g の唐揚げ10個の弁当がやってるんです。カレーと唐揚げどっちがいいですかって言うと、僕はカレーって言ったらですね、僕のカレーも 900g やった。いや、勝手に人の分まで 900g とかやったもんで。いや、だってあの店 900g しかないんですよ。絶対嘘やそんなことないや。選択肢2つ、カレー、唐揚げですよ。絶対嘘や。本当ですよ。どんな大食いとか食ってるんですか。しょうがないですよね。しょうがない。嘘やもん、なんでそれ。要捜査方法もわからんで、もうそれしか頼めんって。いや、ほら、なんか嘘やん。嘘ついてますよ。それしかないよ、嘘です。わからないです。これ今痛みどうですか。あ、なくなりました。今ので、今なん、ま、ごめん、全然集中しなかった。何をされてました、今。今は水槽。挟んでたの。水槽を一応。チャクったんすか、もしかして。チャクった。チャクったって。チャクラ流した。あ、違う。チャクってはない。ちゃんと水槽の位置を調整するっていう。あ、位置を調整した。なるほど。あ、言ってましたね、そんなのね。位置を、内臓の位置を。内臓が下がってる、ね。よく喋るね。内臓痛いよー。あー、そんなんする。そんなんするんや。そんなんするところじゃなかったや。そんなんする先生じゃなかったや、今まで。なんで変わってしもたん。何、優しいは、ね、やめましょう。うわぁ、もう何が起きた今。全然分からない。見てるこっちじゃない。何も分からない。指刺してねじりました。刺してねじるって、もう本当に、いやいやいや、あの本気のやつや。刺してねじってました。シーン。夏オタ道地域。ここに来たら来ます。今どこに来ますか。ここです。はい。痛い。こっちなんですね。そうですね。これ僕が動かして痛みって出ます？出ません。出ない。はい。今痛くないです。それ。あとは筋肉系だけですね。あ、骨やら筋やらじゃない。そうですね。僕が動かして痛くないので。ああ、そういうことなんです。あ、そっか。力を入れたから痛くなるっていうこと。あ、すげえ。すげえ理論派っすね。全員理論派ですって。いや、そう。いらんこと言うのやめよう。内臓系も関係して、まあ全然硬いんで、まだまだ、はい、もっとしっかり動き出たらもっと楽にはなると思いますけど。あ、持ち上げられる。この持ち上げられるのって気持ちいいですよね。あ、だからよっぽど硬いんですよ。あ、そういうことなんですか。硬いから気持ちいいと感じるんですか。これ普通の人は何も感じないです。へえ、こうギュッと持ち上げられたらすっげえ気持ちいいですよ。普段からガチガチやから。マジっすか。やられるだけで気持ちいいって感じちゃう。うわ、自分の体が悪いと言われてるようで、なんか嫌ですね。いや、悪いって言ってないです。その通りです。まんまやけど、ようでって。
あれ高谷先生ってそんな感じだったっすか。結構ズバズバ言います。あ、本当ですか。お酒とか飲まないでしょ。お酒飲まないです。飲まなくてこれなんでしょ。そうです、そうです。やっぱ米あの、なんかいろんな人からそれ言われる。お酒飲まなくてそうなってんのってよく言われる。そうなんでしょ。すごいっす、ね、どんだけ食いようみたいな感じのことを言われるんですよ。松尾太郎さっき、あ、確かにさっきより外側に行くけど、そうで、ちょっとね、内側に来ましたな。さっきここやったんですよ。来ましたな。これがこうしたら、こう内側に来ましたな。この辺ですか。これよくあるやつ。これ懐かしい、こう手首のするよね、これ。あー、気持ちいい。あ、分かる。気持ちいいっす。なんそれか知らんすね。いや、気持ちいいね。なんで見てみこんなにしわやったの。松尾忠雄地域。肝臓がエグすぎますね。エグすぎ、肝臓がエグすぎる。それも触った感じでやっぱ分かるぐらいやばいですか。そうですね。肥大してるとか硬くなってる感じ。肝硬変やん。肝硬変硬くなっとうてる。怖っ。やだやだ。循環がうまくいってないんです。マジっすか。え、めっちゃ悪いじゃないですか。え、怖い怖い。え、怖い。めっちゃ悪いです。怖いっす。え、タクヤちょっと。え、どうした。どうしたら今回どうしたら。38です。38。はい。同い年です。そうそう。38でこれか。あら。あ、そんなに。50とかなったら終わるんじゃないですか。あ、終わる。終わる。信長と一緒や。終わるとか良くない。人生50年。それは良くない。ゲテの長から信長みたいになってるんで。いや、そうですね。うん。おでこもだんだん広くなって信長に近づいて。ね、良かったね。さあ、誰かな、明智光秀は。怖い怖い。誰にやられるな。お前もしかして、お前、あれだな。肝臓が光秀かもしれんぞ。歴史たとえ。歴史たとえ突っ込み。肝臓が光秀の可能性あるぞ。肝臓が光秀ね。自分が食べてこう消化してね、体を助けてくれとったと思ってた肝臓が実は本能寺でびっすりと。本能寺の変ならぬ肝硬変と。うまいこと言ったね。うん、ありがとうございます。なんで褒めるの、そこだけ。怖くないじゃん。いや、そこだけしか褒めるとこなかった。ごめんなさい。いや、すみません。松尾太郎ちゃん。あ、なくなった。嘘。すげえ。今ね、1回2回動かした時はちょっと残ってたんですけど、今こう動かしたら、え、なくなった。すげえ。え、何が起きました。まあ、筋肉系というか、この辺のね、筋肉が硬くはなってるかなっていう感じはするので、まあ、本来この辺とかも緩めてあげた方がいいですけど、ミカエルさんの場合は、膵臓と胃と肝臓から来てるんですか、手首が。そんなことあります。いや、ないでしょ。今日一の驚き、今日一の驚き。ないでしょ。いやいや、ないでしょって思っとったんや、信長も。だって僕がタッチを振って、ここが痛くなったはずなんですよ。いや、そもそも 100% でできんのに、使ってるだけです。だからここに疲労が来たんです。でもこの疲労の原因は内臓だったと。そうです。そんなことあります。あるあるある。あらあら、信長も思い寄った。そうか、そんなことありますって言いながら自害したかな。それは知らんけど。一人で。あれ LL セットって書いてませんでしたって。実はあれね、ポテトが L、 ドリンクが L っていう意味の LL やったって。ややこしいわ。LL やと思うわ。ちょっと無視でいきますね。あ、飲むほうがいいと思う。やっぱ体が悪いので。週4、5晩ご飯を食べた後にマクドナルドに行って。ただそれマクドナルド行ってるんですか。え、そうなんですよ。それで普通にバーガー2個とか食うから。だってマクドナルドは。マクドナルド。マクドナルドは普通にその1回の食事として食べるようなものじゃないでしょ。軽食でしょ。誰も理解できない、この話は。ポテトチップスを食って軽食っていうのはまだ分かるけど、ポテトチップスは重いっすね。はぁ、それは重いわ。それは重い。チップスは僕食べると結構腹いっぱいになります。あれ、なんでしょうね。不思議ですね。まあ、なんか分からない。分からないですね。もうなんか宇宙人と喋ってるもん。いや、そんなんじゃなかったでしょ。なんで呼び捨てたんすか。変わってしもうた。
今日よく喋る割にはカットされそうなことだったらいいですね。調子が悪いですね。めちゃくちゃ調子悪いから、ね、そうですね、調子が気持ちいいけど、あ痛い、そこ痛いね、そうなると痛い、ね、動きが硬いから手を置いてるだけで痛いです。あ、置いてるだけなんですか。ギュッと抑えられてる感じですよ。こっちを動かしてやってるだけなんで。あばらいて、あばらいて、はい、いや本当なんか予想だにしない感じですね。なんでなんか手が、あ、そのままで、あ、あ、え、嘘、え、嘘しない、何もしてないやまだ。え、スルー、もしかしてスルー、これ、そうです、力抜いていてください。はい、そういう時言ってくださいね。まあ、しれっとやってきますね。はい、はい、お願いします。マジか、買った。あ、これはマジで硬いな。反対向きです。優しい。そんな優しい感じなんですね。ちゃんとそこに強制がかかればいいので、グンっていかないですね。いかない。なんか体重かけてグンってくるんかと思ったら。よくあるっすよね、YouTube 最近、TikTok とかでね。うちも結構ね、行きますけど、入ろう。それじゃないパターンなんですね。そうですね、正直そこまで、なんか音鳴らすのが目的じゃないから。なるほど。ねじってるだけでこんな鳴るってことは、そんな硬いから。そう。気で寝てください。ねじ切られるかと思った。松尾たどっち？なんやろ。ああ、そっか。あ、はい。こうしてく。はい。そうそうそう。ああ。力抜いておいてください。力抜けと言われましても。これで力抜く。ああ。頭持ち上げて。硬いな。おお。うん。うん。力抜いて。やだ。なんで？待って。音はちょっと拾いづらいですけど、本人は分かる。ポキってなだよ。圧迫体験。何この圧迫体験？マジで。硬いからそんだけしんどいんですよ。ああ。脊柱が動いてないから。マジで。いや、イメージ的にはですよ。プラスチックの下敷きこうしたらビヨーンって曲がるじゃないですか、はいはいはい、そのノリで木の板を曲げようとされてる感じ、なんかわかります。なあ、わかん、ちょっとわかんない、ちょっとわからん、みんなすかん、みんなすかん、調子悪い、調子悪い、あのね、ごめんごめん、みんなもお前のことすかん。ちょっと手の動かします。あ、すごいね。ただもう右と左比べた時に右の方が動いてるもん、ちゃんと。マジか。本当だ、ね、こっちの方が確実に動いてるんです、うんうん、すげえ、なんでそんなことが起こるんですか。結構旋回してるの、うんうん、すげえ、これは何、内臓なんですか。やっぱり内臓と全身の循環が悪いっていう問題ですね。だからもともと体がもう終わりかけてるから、終わりかけてる、内臓だけやっても二階堂さんの場合はあんま良くならないんですね。言葉選びますか。終わりとちょっと普通に手首だけじゃなくて体を動かしてもう全然違う、ちょっとクッと吊るされてる感じがあります。こうクッと、うん、本当カルナトース、カロナールです。やべえ、いらんこと言わない。関節がやっぱ詰まってると、はいはい、循環が流れないので、ああ、はい、こうなってると、こうなって、あがったあがった、もうそれいいから。ここもうちょいこうなってたのがこうへこんだ感じがあります。ここが、これでしっかり内臓系もそうだし循環も全部良くなるから、まあ、治りとしてはこれの方が絶対早いです。この腸とかもっとやってあげた方がもっとお腹はへこみます。あ、腸は超痛いんで大丈夫です。多分泣きそうなぐらい痛いと思うんで、腸っすか。これでしょ、腸のこれでしょ、腸のこれ、あれは痛い、マジで言えない、マジで言えない、あれは痛いね。食事は何か気をつけた方がいいんですか。いや、ないよ。いや、もうだって自分で分かってると思うんですよね。周りが言ってるよりも絶対ダメなんですよ、普通に。もうないよって言ってる時点でもう悪いって分かったのよ。はい、いいよったもんね。死ぬって分かったらもう食いたいもん食った方がいいって言ったね。我慢して長生きして何が楽しいよっていう話を。あ、結局
じゃあ最悪ね、最悪、最悪今の食事を変えられない環境に僕がいましたとします、仮定ね。はい。はい、じゃあ、その上でできることを、って言ったら何をしたらいいですか？もう来てくださいとしか言いようがない。だって、言うこと聞かないでしょ。それか自分で運動するから、ちゃんと。してるんですよ。健太の消費カロリーが割にやってない。そんな気持ちで夜ご飯食ってマクド食ってたら絶対に消費カロリー足りてないはずですから、もう欧米ぐらい食ってるはずなんで毎日が。いやお前何ちゅう顔したな。かかり稽古や、かかり稽古もうやっぱ多めにね、1時間とか、いや1時間じゃなくてなくなってしまう、俺なくなってしまうわ。なくなりはせんけど、市内だけコロンって残ってもう俺なくなってしまうわ。松尾田道中記食べないのが一番いいですね。ちょうど今人間ドック受けてその検査結果待ちの状態なんですよ。あ怖いね。そうの状態で今それを言われたらもう僕は覚悟しておくしかないってことですか。いやそこの前もう肝臓が悪いって言われた時に、はい、人間ドック意味ないんですよ、はい、で検査結果が出るでしょ、それまでに爆食するんですよ。悪いって言われたら食えなくなるから今のうちに食っとこうって。ダメって言われたら罪悪感あるでしょ。ずっとね、やばい考え方がやばくない。ダメな中食べるのは罪悪感があるから食えるうちに食っとけって。いやいやいや相当やばい。相当やばいでしょ。食べたらダメよって言われた後食べたらなんか申し訳ない気持ちになるんですよ僕だって。でも食うでしょ。だからそれいやあのザ時々ですよ。時々でしょ。チャンネルをもうちょっと見込んで食事を考えます。なんであれダメ、あれダメ、あれみたいな嘘の情報入ってる。それを見てた結果お前こうなった。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。松尾田道中記お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。元気いっぱい。元気いっぱい。いやそうです、お腹すいたとか言い出すんだ。いやお腹すいてますよ。あもう、ええ、さっきので。あ今日朝何も食べてない。朝食べてないです。ドーナツ2つしか食べとうやん。なんで嘘つくん。めちゃめちゃ嘘やん。しかもドーナツって。いやクリスピークリームのドーナツ2つ食べただけですよ。めちゃめちゃ嘘つくやん。いや食べたんやろ。いや食べたんやったら食べましたって言えやんやん。いやでもあれねちょっと聞いてください、あふわふわなんですよクリスピークリームのドーナツって、うん、ふわふわでオリジナルグレーズね。あそうですそうです、うん、ほぼ空気なんですよ。あんなの食べたうちに入ります。いや入る、はい、でもお腹空いたわけね。正直ペコペコですよ。何が食べたの今一番食べたい。ダブルチーズバーガー。終わった。一番恐れていたことが終わった。終わった。これ僕の頑張りは無駄になります。そうそうそう。あ無駄にはなんないですよ。でもそのちょい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 。だから言うこと聞けよお前も少しは。どんどんだけ一生懸命だろ。撮影先から言うこと聞けよお前。どういうことじゃないよもうずーっとそれや。どうしてほしいんだろう。なるほど、わかりました。わかりました。分かった。消化にいいものがいいですね。じゃあせめてまあ握り飯食うとか移動中とかだったらそういうのの方がいいよねということでいいですか。そう、そう、その方がまだいいんだろうね。はい。仕事言えなかったわ。何なんすかこいつ。すごいため息。とんでもないやつやんほら。すいませんこんなとんでもないやつすぐ来て。いやごめんなさい、ちょっとこんなね悪態ついてますけど感謝してるんですよ。あなるほどなと。すごい良くなったし、動画の中のキャラクターやね。お腹すいたし、まあすいません一応そう。皆さんこれが演技です。そういう風に言わないといけないと本人の使命感を持ってやってる。いや、まあ半分。いやなんでもないんですよ。松尾田道中記を見たで、ね、安くなるんですね。あそうですね、はい、初回がそうですね、初回8000が2080円で見たって言ってもらえれば。安いですね。安いですね。ありがとうございます。ぜひ来てください。ここ世田谷ですね。はい、明大前って言った方がいいのかな。明大前商店街とか書いてある、ね、そうですね。リベルタ盛大院で検索しても出てきますし、うん、まあ、説明欄にどっちにしろ貼っとくんで、はい、ぜひ来てください。見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。OK、しんのすけ。スポーツなんかしてたんですっけ。僕は野球やってましたね。ああ、そっか。野球と水泳やってましたけど。その影響の日焼けですか。そうかな。そういうの、あ、ごめん、色弱なんですけど。色弱の人、色言わないですよ。言わないですけど。分からへんから。すっきり色のこと言うんですよ。伝わらないことが結構あってね。茶色の看板のところでっていうんで緑だったりする。緑と茶色は分からん。どこってなんじゃん。分かる。